それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日年中さんは冠をつけて実際に運動会で行う用意でお遊戯の方の練習を児童公園で行ってきました。こう初めて冠をかぶってやったので、こうもっとこう気にしてしまうかなとか、落ちてしまったらどうしようかななんていう風になってしまうのかななんても思っていたんですが、落ちたらもうそのままやってねっていう風に子どもたちにも声をかけておいたので、こう髪の毛の縛り方によっては落ちてしまう子も若干いたんですが、気にしないで踊ることができました。また戻ってきてからは個人競争の練習もしました。なかなか自分がどこの場所に立つかっていうのが理解がちょっと難しいかなっていうところがあったので、1番さん何色、2番さん何色っていうふうにこう子どもたちと確認をしながら、じゃあやってみようということで、今日はほとんど 98% ぐらいかなの、お子さんたちが間違えずに行うことができました。間違ってしまってもそれはそれで子どもたちのことなので可愛いかななんて思いながら見てはいたんですが、運動会当日もお休みがなくご元気にできるといいなって思って見ていました。それがなんだかよくわかんないですが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。